220年に五漢が滅亡した後、中国は魏、呉、蜀の三国に分裂し、覇権を求めて争いました。以後589年に隋が全土を再統一するまでの約370年間、中国は分裂と対立を繰り返す激動の時代となりました。分裂した三国は間もなく魏の将軍である司馬遠が建てた秦によって280年に統一されますが、その秦も内乱や周辺諸民族の侵入によって弱体化し、316年に滅亡してしまいます。その結果、華北では鮮卑、匈奴などが攻防を繰り返す五胡十六国の時代を迎えます。他方、江南では異民族の侵入を逃れた人々によって317年に東秦が建てられました。華北の分裂は、やがて鮮卑の一部族の卓抜氏が建てた北魏によって439年に統一されますが、534年には北魏も東西に分裂し、北西、北州へと王朝が交代しました。また江南では長江、中、下流域の開発が進んで人口も増加しましたが、大土地所有を基盤とする貴族の力が強く、皇帝権力は脆弱でした。そして420年に東秦が滅んだ後は、宋、清、梁、陳と短命な王朝が続きました。このように3世紀から6世紀に至る中国はまさに分裂の時代でしたが、その中で小王朝は様々な改革に取り組み、文化的にも新しい要素が芽生えました。またこうした中国の動向は周辺諸民族にも大きな影響を与えます。とりわけ朝鮮半島では313年に高句麗が落郎軍を滅ぼすと、漢族の間に自立の機運が高まり、馬漢から百済が、新漢から新羅が成立しました。